ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスの藤本です。こちらの動画は、2023年7月の法改正による新しい交通ルールの完全対応版です。7月の法改正では、新たな一定の基準に当てはまる原動機付き自転車を、特定小型原動機付き自転車として、いわゆる電動キックボードの新しい交通ルールが始まりました。学科試験の出題内容には大きな影響はないようですが、車や標識などの名称が変わったり、法令用語の意味が追加されたので、7月以降に教習を始められた人は、法改正に対応したこちらの動画を参考にしていただければと思います。なお、原動機付き自転車の名称は、従来の原付を一般原動機付き自転車または一般原付として、特定小型原動機付き自転車を特定小型原動機付き自転車または特定原付として呼ぶことにします。また、一般原付と特定原付を区別しない場合や、両方の意味を表す場合は、原動機付き自転車または原付と呼ぶことにします。それでは始めます。問題1。対面する信号が青信号の時は、すべての車や路面電車は直進し、左折し、右折することができる。対面する信号が青信号の時は、すべての車や路面電車は直進し、左折し、右折することができる。答えは、誤りです。対面する信号が青色の時は、自動車や一般原動機付き自転車、路面電車は直進、左折、右折することができます。しかし、特定小型原動機付き自転車と軽車両は右折することができません。特定原付と軽車両は直進と左折をすることはできますが、右折をするときは2段階右折をしなければなりません。また、一般原動機付き自転車も2段階右折をしなければならない交差点では、対面する信号が青信号でも右折をすることができません。したがって、特定原付や軽車両と一般原付も2段階右折をしなければならない交差点では、対面する信号が青色でも右折をすることができません。なお、軽車両とは、自転車や荷車、リヤカーなどを言います。そして特定小型原動機付き自転車とは、いわゆる電動キックボードなどの車体のうち、法令で定められた基準に当てはまるものを言います。またそのうち、歩道などを通行できるものとして、法令で定められた基準を満たすものを、特例特定小型原動機付き自転車と言います。問題2。歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないが、歩行者が歩道や路側帯を通行しているときは、その必要はない。歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないが、歩行者が歩道や路側帯を通行しているときは、その必要はない。答えは、誤りです。歩行者が歩道や路側帯を通行している場合でも、歩行者のそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。歩道や路側帯のない道路を通行している歩行者に限らず、歩道や路側帯を通行している場合でも、急にふらついたり、道路を横断しようとするかもしれないので、歩行者の予測できない行動に備えて、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。なお、安全な間隔を空けるか徐行しなければならないとは、原則として安全な間隔を空けて通行します。しかし、安全な間隔を空けることができないときは、徐行しなければならないという意味なので、安全な間隔を空けることができるときは、徐行の必要はありません。問題3。運転者が危険を感じてブレーキをかけたとき、車のブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を、制動距離という。運転者が危険を感じてブレーキをかけたとき、車のブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を、制動距離という。答えは、正しいです。車のブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を、制動距離と言います。また、車が停止するときに必要な距離は、次のように呼ばれていますので覚えておきましょう。運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を空走距離と言い、実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を制動距離と言います。そして、運転者が危険を感じてから完全に停止するまでの間に車が走る距離を停止距離と言います。問題4。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついたとき、
乗り降りする人がいたが、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れたので徐行して通過した。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついた時、乗り降りする人がいたが、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れたので徐行して通過した。答えは誤りです。安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついた時に乗り降りする人や道路を横断する人がいる時は、たとえ路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れる時でも進むことはできません。乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければなりません。車は停留所に止まっている路面電車に追いついた時は、原則として乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければなりません。ただし例外として徐行して進むことができる場合が2つあります。一つは安全地帯のない停留所で乗り降りする人がいないときは、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときに徐行して進むことができます。もう一つは停留所に乗り降りする人のために設けられた安全地帯がある場合です。この場合は乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。問題5。普通免許を受けると、普通自動車のほかに普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができる。普通免許を受けると、普通自動車のほかに普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができる。答えは誤りです。普通免許を受けても普通自動二輪車を運転することはできません。普通免許で運転することができる車は普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車です。普通自動二輪車を運転するためには大型二輪免許か普通二輪免許を受けなければなりません。なお、特定小型原動機付き自転車の運転には運転免許の必要はありません。ただし運転するためには年齢制限があって、16歳以上の人でないと運転することはできません。問題6。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り徐行して進路を譲らなければならない。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り徐行して進路を譲らなければならない。答えは誤りです。車は交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは徐行して進路を譲るのではなく、一時停止して譲らなければなりません。交差点付近で緊急自動車の進路を妨げないように、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止します。ただし、近くに交差点のない場所で緊急自動車が近づいてきたときは、一時停止の必要はありません。道路の左側に寄せて譲るようにします。なお、一方通行の道路では、左側に寄るとかえって緊急自動車の邪魔になるときは、道路の右側に寄って譲ります。この場合も、もちろん、交差点や交差点付近で譲るときは、交差点を避けて一時停止しなければなりません。問題7。路線バスなどの優先通行帯を通行しているとき、路線バスが接近してきたが、交通量が少なく、いつでもその通行帯から出ることができると思い、そのまま通行した。路線バスなどの優先通行帯を通行しているとき、路線バスが接近してきたが、交通量が少なく、いつでもその通行帯から出ることができると思い、そのまま通行した。答えは、誤りです。路線バス等優先通行帯は、路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができますが、右左折をする場合や工事をしている場合、その他の事情によりやむを得ない場合以外は、路線バスなどが円滑に通行できるように、路線バスなどが近づいてきたときは速やかにその通行帯から出なければなりません。また、交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても路線バス等優先通行帯から出られなくなる恐れがあるときは、初めからその通行帯を通行してはいけません。なお、小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は、路線バスなどが近づいてきたり交通が混雑しているときでも、この通行帯を通行できます。この通行帯から出る必要はありません。これらの車は、車両通行帯のある道路では、最も左側の通行帯を通行しなければならないことが定められているからです。
最後に付け加えると、路線バスなどとは、路線バスと通学通園バスなどを言います。問題8。同一方向に2つの車両通行帯がある道路では、速度に応じて通行帯が定められ、速い車が右側の通行帯を、遅い車が左側の通行帯を通行する。同一方向に2つの車両通行帯がある道路では、速度に応じて通行帯が定められ、速い車が右側の通行帯を、遅い車が左側の通行帯を通行する。答えは、誤りです。車は同じ方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。また、3つ以上の車両通行帯のある場合と間違わないようにしましょう。同じ方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行します。この場合、速度の遅い車が最も左側の車両通行帯を通行します。そして速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行します。問題9。勾配の急な上り坂や下り坂は徐行しなければならない。勾配の急な上り坂や下り坂は徐行しなければならない。答えは、誤りです。勾配の急な坂は、下り坂は徐行すべき場所ですが、上り坂は徐行すべき場所ではありません。勾配の急な下り坂は、平坦な道路と比べると同じ速度でも制動距離が伸びたり、安全に停止できない恐れがあるので、徐行すべき場所に定められています。そして、勾配の急な上り坂は徐行場所ではありませんが、上り坂の頂上付近は徐行すべき場所に定められています。上り坂の頂上付近は前方の見通しが効かないことがあるので、この先に停車している車や歩行者の通行に備えて徐行しなければなりません。また、この上り坂の頂上付近は、坂の勾配の度合いに関係なく、単に上り坂の頂上付近が徐行すべき場所に定められています。なお、勾配の急な坂とは、一般に坂の傾斜の度合いが、100メートルにつき10メートル以上上がったり下がったりする坂を言います。別の言い方で、傾斜の度合いが 10% 以上の坂とも言います。これが勾配の急な坂を表す標識で、こちらが下り急勾配ありの警戒標識です。問題10。一般原動機付き自転車は、交通整理が行われており、3車線以上の道路のある交差点や、右折方向2段階の標識のある道路の交差点では、2段階右折をしなければならない。一般原動機付き自転車は、交通整理が行われており、3車線以上の道路のある交差点や、右折方向2段階の標識のある道路の交差点では、2段階右折をしなければならない。答えは、正しいです。一般原動機付き自転車の右折方法は、自動車と同じ方法の小回り右折をしなければならない場合と、2段階右折をしなければならない場合があるので、その要点を覚えておきましょう。2段階右折をしなければならない場合は、一般原動機付き自転車の右折方法2段階の標識のある交通整理の行われている交差点や、車両通行帯が3つ以上ある道路の交通整理が行われている交差点を右折する場合です。つまり、信号機などがあって2段階右折をしなければならない標識があるか、信号機などがあって3車線以上ある道路の交差点では、2段階右折をしなければなりません。そして、その他の場合は、自動車と同じ小回り右折をします。小回り右折をしなければならない場合は、交通整理が行われていない交差点を右折する場合や、交通整理が行われていても車両通行帯が2車線以下の道路の交差点を右折する場合、交通整理が行われていて車両通行帯が3車線以上の交差点でも、2段階右折禁止の標識がある道路の交差点を右折する場合です。これらの交差点では、小回り右折をしなければなりません。なお、2段階右折をしなければならない交差点でも、信号機が赤や黄色の点滅信号に変わったときは、交通整理の行われていない交差点になるので、小回り右折をしなければなりません。交通量の少なくなる夜間だけこのように点滅信号に変わることもあります。また、2段階右折をしなければならない交差点で右折するときに、右向きの青色の矢印信号が点灯したときでも、右折を始めることはできません。この場合、青信号になるか、直進ができる青色の矢印信号が点灯するまで待たなければなりません。
ちなみに、特定小型原動機付き自転車で右折をするときは、どのような交差点でも2段階右折をしなければなりません。問題11。車両通行止めの標識がある道路でも、自転車に乗って通行することはできる。車両通行止めの標識がある道路でも、自転車に乗って通行することはできる。答えは、誤りです。車両通行止めの標識のある道路では自転車は通行できません。車両通行止めの標識は自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。そして自転車は軽車両なので通行できません。ただし二輪または三輪の自転車の場合、その自転車から降りて押して歩けば歩行者として扱われるので通行することができます。問題12。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならない。交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならない。答えは、正しいです。交差点とその手前から30メートル以内の場所は追い越しを禁止する場所です。この場所では車は自動車や一般原動機付き自転車を追い越すため進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはいけません。交差点で追い越しをしようとすると交差道路を通行する他の車や歩行者を前車の死角で見落とす恐れがあったり、右折しようとする前の車と衝突する恐れがあるなど他の交通と衝突が起きやすい大変危険な場所なので追い越しをしてはいけません。ただし中央線が交差点の中まで引いてある場合など優先道路を通行しているときは追い越しをすることができます。優先道路とはこのように交差点の中まで中央線や車両通行帯の表示のある道路や優先道路の標識のある道路を言います。なおたとえ追い越しを禁止する場所であっても自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことは禁止されていません。問題13。普通二輪免許を受けるとエンジンの総排気量が 500cc の自動二輪車を運転することができる。普通二輪免許を受けるとエンジンの総排気量が 500cc の自動二輪車を運転することができる。答えは誤りです。普通二輪免許を受けた人が運転することができる二輪車のエンジンの総排気量は 400cc までです。エンジンの総排気量が 50cc を超え 400cc 以下が普通自動二輪車なので総排気量 500cc の自動二輪車は運転することはできません。総排気量 400cc を超える自動二輪車を運転するときは大型二輪免許を受けなければなりません。問題14。踏切で車が故障して動かなくなったときは車の移動を最優先に行い、その後で踏切支障放置装置などで列車の運転士に知らせると良い。踏切で車が故障して動かなくなったときは車の移動を最優先に行い、その後で踏切支障放置装置などで列車の運転士に知らせると良い。答えは誤りです。踏切で車が動かなくなったときは一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに車を踏切の外に移動させなければなりません。列車の運転士などに知らせる方法は警報器のある踏切では踏切支障放置装置、いわゆる非常ボタンを押して知らせます。警報器のないところでは携帯している発煙筒を使って列車に分かるように知らせます。警報器も発煙筒もないときは煙の出やすいものを燃やして知らせます。そして列車の運転士などに知らせた後は近くの人に押してもらったり他の車に引っ張ってもらうなどして速やかに車を踏切の外に移動させなければなりません。問題15。バス専用通行帯が一番左側の車両通行帯に設けられている時でも小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は原則としてその一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。バス専用通行帯が一番左側の車両通行帯に設けられている時でも小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は原則としてその一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。答えは正しいです。バス専用通行帯を通行してはいけない車から小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は除かれています。
つまりバス専用通行帯であっても小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両はいつでも通行することができます。また車両通行帯のある道路を小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両で通行するときは右折するときや工事などでやむを得ないときを除いて安全性や他の交通の円滑な通行のために一番左側の通行帯を通行しなければならないことが定められています。そのようなことからバス専用通行帯が車両通行帯のある道路の一番左側の通行帯に設けられているときでも小型特殊自動車や原動機付き自転車、軽車両は一番左側の通行帯を通行しなければなりません。問題16。住宅街を走行中、見通しの効かない路地に近づいたので軽音機を鳴らして車の接近を知らせて通過した。住宅街を走行中、見通しの効かない路地に近づいたので軽音機を鳴らして車の接近を知らせて通過した。答えは誤りです。車の運転者は警笛鳴らせの標識のあるときや警笛区間の標識があるとき、または危険を避けるためやむを得ない場合は軽音機の使用が必要です。しかし問題文の場合、危険が予測される見通しの効かない路地に近づくことに気づいていながら徐行をするなどの危険に備えた運転をすることなく、他の交通が事故を回避するための行動を期待して軽音機を鳴らすことは危険を避けるためやむを得ない場合には当たりません。住宅街などの見通しの効かない路地に近づくときは歩行者や他の車との出会い頭、事故などに備えて十分な安全確認ができるように徐行したり、場合によっては一時停止をして他の交通に道を譲ることも必要です。それでも急な飛び出しなどの危険が発生し衝突の恐れが生じたときにやむを得ない場合として軽音機を使用することができます。このようにやむを得ない場合として軽音機を使用できる場合は、急に飛び出してくる人がある場合や、交通ルールに従わない予測できない運転があった場合にブレーキ操作では間に合わず、軽音機を使用する以外に事故を避ける方法がないような時です。問題17。黄色の灯火の矢印が点灯している信号機に対面する自動車は、他の交通に注意して矢印の方向に進むことができる。黄色の灯火の矢印が点灯している信号機に対面する自動車は、他の交通に注意して矢印の方向に進むことができる。答えは誤りです。黄色の灯火の矢印信号は路面電車に対する信号で、路面電車は矢印の方向に進むことができますが、車や歩行者と遠隔操作型小型車は進むことができません。車が進むことができる矢印の信号は青色の灯火の矢印で、右向きの矢印の場合は点火することもできます。ただし右向きの矢印の場合には、特定小型原動機付き自転車や軽車両、2段階の右折方法をしなければならない一般原動機付き自転車は進むことができません。問題18。路側帯や歩道のない道路では路端から 0.5 メートルの部分である路肩にはみ出して通行してはいけない。路側帯や歩道のない道路では路端から 0.5 メートルの部分である路肩にはみ出して通行してはいけない。答えは正しいです。自動車は歩道や路側帯のない道路を通行するときに路肩に車輪がはみ出して通行してはいけません。ただし大型自動二輪車や普通自動二輪車は除かれています。路肩とは、動画の道路のように歩道や路側帯のない道路で、道路の中央部が舗装され、その両端に未舗装部分が残されている道路があります。このような道路の端の部分を路肩と言います。ただし、この路肩部分は一見して明らかでないことがあるので、明らかでない場合は道路の端から 0.5 メートルの部分を路肩とされています。この路肩は道路の構造上脆く崩れやすいため、道路の崩壊を防ぐために二輪を除く自動車は通行してはいけません。また四輪の自動車と比べると比較的軽い二輪の自動車や、もちろん原付と自転車も通行が禁止されていませんが、できるだけ通行しないようにしましょう。問題19。歩行者、特定小型原動機付き自転車や自転車のそばを通るときは安全な間隔があっても必ず徐行しなければならない。歩行者、特定小型原動機付き自転車や自転車のそばを通るときは安全な間隔があっても必ず徐行しなければならない。答えは誤りです。
車は歩行者のそばを通るときは原則として歩行者との間に安全な間隔を空けて通行しなければなりません。また道路が狭かったり障害物がある場合など歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときには徐行して通行しなければなりません。つまり歩行者のそばを通るときに徐行をしなければならない場合は歩行者との間に安全な間隔を空けることができない場合であって、安全な間隔を空けることができるときは徐行しないで通行することができます。そしてこのような歩行者のそばを通るときに安全な間隔を空けたり徐行しなければならない運転は、特定原付や自転車のそばを通るときも同じです。特定原付や自転車のふらつきなどを予測して安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。なおこの場合の安全な間隔とは車の速度にもよりますが、確率的に何メートルということではありません。歩行者などが急に道路を横断しようとするような予測できない行動があっても、歩行者などに危険を与えないように余裕のある回避行動が取れる間隔や速度を言います。もちろん歩行者などが歩道や路側帯を通行している場合であっても、安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。さらに付け加えると、歩行者の中でも保護者などが付き添っていない子どもが歩いている場合や、身体障害者用の車で通行している人や、目の不自由な人など、体の不自由な人などが通行しているときは、特に注意して通行しなければなりません。車の運転者は安全な間隔を空けているつもりであっても、そのような歩行者にとっては車が近づくと不安を感じるものです。そのため一時停止か徐行をして、これらの人が安全に通行できるようにしなければなりません。問題20。警察官が手信号で腕を垂直に上げているとき、その警察官に対面する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味を示している。警察官が手信号で腕を垂直に上げているとき、その警察官に対面する交通は、黄色の灯火の信号と同じ意味を示している。答えは、誤りです。警察官が手信号で腕を垂直に上げているときに、その警察官の身体の正面に対面する交通は、赤色の信号と同じ意味を表しています。黄色の意味を表す手信号は、警察官が腕を垂直に上げているときに、その警察官の身体の正面に並行する交通が、黄色の信号と同じ意味を表しています。なお、警察官の身体の正面に対面する交通は、警察官が手信号で腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても、どちらも赤色の灯火の信号と同じ意味を表しています。問題21。オートマチック車を運転中、停止時間が長くなりそうな時は、チェンジレバーをニュートラルに入れ、ハンドブレーキをかけておいた方が良い。オートマチック車を運転中、停止時間が長くなりそうな時は、チェンジレバーをニュートラルに入れ、ハンドブレーキをかけておいた方が良い。答えは、正しいです。オートマチック車を運転しているときに、信号待ちや渋滞などで停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーをニュートラルに入れて、念のためハンドブレーキもかけておきましょう。うっかりしていて、クリープ現象で車が動き出したことに気づかず、前の車に衝突などの思わぬ事故を起こしてしまうことがありますので、注意が必要です。なお、停止中は、後続車に追突されないように、停止していることがわかるようにブレーキペダルもしっかり踏んでおきましょう。問題22。二輪車で後輪ブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとでブレーキペダルを踏むようにする。二輪車で後輪ブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとでブレーキペダルを踏むようにする。答えは、誤りです。後輪ブレーキをブレーキペダルにより操作するタイプの二輪車のブレーキのかけ方は、かかとでブレーキペダルを操作するのではありません。ステップに土踏まずを乗せ、右足の親指の付け根あたりでブレーキペダルを踏みます。かかとではブレーキの調節がうまくできず、適切な運転姿勢も保てません。二輪車に乗車するときは、カーブを曲がるときには車体が傾くので、足を負傷したり、わずかな衝撃などでステップから足が外れたりしないように、また緊急時に素早く正しい制動操作ができるようにします。そのため足の正しい運転姿勢は、ステップに土踏まずを乗せ、つま先を前方に向けて足の裏をほぼ水平にして、右足はブレーキペダルの上に、左足はチェンジペダルの上になるようにします。問題23。
交通整理の行われていない交差点では左方車が優先なので、明らかに広い道路を通行している二輪車でも交差道路を左方から進んでくる普通車の通行を妨げてはならない。交通整理の行われていない交差点では左方車が優先なので、明らかに広い道路を通行している二輪車でも交差道路を左方から進んでくる普通車の通行を妨げてはならない。答えは誤りです。交通整理が行われていない交差点では、交差道路が明らかに広い場合は交差道路を通行する車や路面電車の近づいてくる方向に関係なく、徐行するとともにその通行を妨げてはいけません。この問題の場合、たとえ普通車が左方から進入し、二輪車が右方から進入している関係であっても、二輪車は明らかに広い交差道路を通行していたのであるから、右方や左方に関係なく、普通車が二輪車の通行を妨げてはいけません。左方から近づいてくる車の通行を妨げてはいけない場合は、交通整理が行われていない、道幅が同じような交差点の場合です。問題24。道路の曲がり角付近でも、見通しの良いところでは徐行しなくても良い。道路の曲がり角付近でも、見通しの良いところでは徐行しなくても良い。答えは、誤りです。道路の曲がり角付近は見通しの良い悪いに関係なく、通常の速度での通行は危険を伴うため、徐行して通行しなければならない場所に定められています。なお、曲がり角とは一般的に道路が直角かこれに近い急角度に曲がっている道路の形状を言います。また、道路の曲がり角付近は追い越しを禁止する場所にも定められています。問題25。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越しても良い。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越しても良い。答えは正しいです。この標識は追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。この標識や表示のあるところでは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをすることはできませんが、はみ出さなければ追い越しをすることができます。この標識や表示の意味で特に覚えておきたい点は、追い越しをすることそのものを禁止しているのではなくて、右側にはみ出して追い越しをする場合に対向車と衝突する危険防止のためのものなので、前の車の種類に関係なく禁止です。つまり、追い越しをされる車の種類に関係なく、はみ出して追い越しをすることが禁止されています。そのため、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越す場合であっても、中央線などをはみ出して追い越しをすることはできません。それに対して、この標識と間違えやすい標識は追い越し禁止の標識です。追い越し禁止の標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止と同じ標識に追い越し禁止の補助標識がついているものです。この追い越し禁止の標識は、追い越しに伴う危険を防止するためのものなので、追い越しそのものを禁止しています。そのため、道路の中央から右の部分にはみ出しても、はみ出さなくても追い越しが禁止されています。ただし、前の車が小さく遅いもので、前方の見通しにそれほど影響を与えないものであれば、禁止の対象から除外されています。つまり、前の車が自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車の場合は追い越しをすることができます。このことはその他の追い越しを禁止する場所でも同じで、例えば道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂などでも自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を追い越すことができます。これで7月法改正完全対応版仮面で滑る前に見る動画の前半は終わりです。ご視聴いただきありがとうございます。最後に、学科試験に合格するためのコツを教えてほしいというコメントをたくさんいただいていますので、今回は法令の意味をご理解いただくことについてご説明いたします。追い越し禁止の標識のある場所についての問題です。次の例題を考えてみましょう。例題1、追い越し禁止の標識のある場所で、前の車が道路の左端に停車したので進路を変えて通過した。例題に、追い越し禁止の標識のある場所で自転車を追い越した。例題3、追い越し禁止の標識のある場所で二輪車を押して通行している人がいたので進路を変えて通過した。実際の試験には出題されそうもない例題ばかりですが、説明の参考例としてご了承ください。3つの例題の回答は
すべて正解です。それでは最初に法令の意味を整理してみましょう。重要なキーワードは追い越し禁止の標識と追い越しの意味です。追い越し禁止の標識は、車は自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはいけないという意味です。そして追い越しは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることを言います。例題1は、追い越し禁止の標識のある場所で前の車が道路の左端に停車したので進路を変えて通過したという問題です。追い越しの意味は、進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることですね。そうです、進行中の車です。例題では前の車が停車したので追い越しには当たりません。そのため進路を変えて通過することができるので答えは正解です。例題には、追い越し禁止の標識のある場所で自転車を追い越したという問題です。追い越し禁止の標識の意味は、車は自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはいけないという意味でしたね。この例題の場合、前の車は自転車でしたので軽車両を追い越すことは禁止されていないので答えは正解です。これは追い越しを禁止する場所の例外の規定です。例題3は、追い越し禁止の標識のある場所で二輪車を押して通行している人がいたので進路を変えて通過したという問題です。追い越しとは、前の車の前方に出ることを言います。そして二輪車を押して通行している人は歩行者として扱われます。歩行者の横を通過するのは追い越しにならないので答えは正解です。このように追い越し禁止の標識や追い越しという言葉にも複雑な意味が込められていますので、その意味をご理解いただくことが大切です。問題の正解率を上げることだけでなく、その意味を理解すると回答の応用力の向上が期待できるかもしれませんね。学科のテキストには出題される内容のほとんどが記載されていますが、これを確かめるのは大変ですね。このチャンネルの動画では、一つ一つの法令をご理解していただけるように工夫をして動画を作っていますので、解説を参考にしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。